one is soil, right? Sand. Oh, this one is sand. Mm, for the bottom soil? Of the plant, I mean planter, container. And this is soil here in the bag, yes, right? Yes, two bags of soil. Okay, good. All right, so this is called soil. Can you say soil? Soil. Soil, yeah. What's this? Sand. Okay, and let's see what's in here. Another bag of soil. Yeah. One more bag and some buggies walking around. Okay, so first we need to put some sand. はい。またちょっと復習を先にしてみましょう。さあ、一番上に何て書いてあるかな？ So, I swim. これはアブクズで読めるよね。次は何て書いてある？これも OK。I am swimming. さっき読んだ I swim と何が違うの？ Of course, I am swimming. イコールに ing だったら知っている最中だよ。じゃあ次も一緒に読んでみよう。もう平気だね。せーの。I can swim. これは？僕は泳げる。私は泳ぐことができますよ。can がついてるからね。次はちょっと読みにくいかな。先生読んでみる。I want to swim. want to がつくとなんだっけ？したい。だから、私泳ぎたいなっていう時にはこれを使います。はい、復習終わり。お話し行けよ。No.1 は、セリフを、フレッド君とメグちゃんのセリフを言って劇みたいにしたいなと思っています。覚えなくていいけど読めるようにね。はじめ、フレッド君のセリフ。何か手にひらひら持って、メグズライブラリーに走って入ってきました。フレッド君が、Hi, Meg. Look at this. と言ってひらひらを見せます。メグちゃんが、What is it? それは何？ What is it? フレッド君が、A letter from Grandpa George. 久しぶりに出てきたね、Grandpa George. Letter は？お手紙。From はどこどこからだったよね。Grandpa George からのお手紙だよ。次はナレーターです。Now, Fred is opening the letter. Open だったら開けるだけど、今開けている最中だから Fred is opening the letter. メグちゃんが Grandpa George, I want to read it. Grandpa George, 私それ読みたいわって言っています。これが上手に二人で、そうか、ナレーターがいるから三人ずつで劇ができるといいね。では、No.2。ここは覚えるとこあるからね。グランパジョージのお手紙の中身です。Dear Fred and Meg.Hello, how are you?It is very cold in Florida this winter.Florida, 地図で見つかった？結構南の方で。本当はあったかいところなんだよ。だから、oranges とか strawberries。いつも育ってて美味しいはずなんだけど、今年は。いや、去年もだったね。とっても寒いんだって、この冬。次も行くよ、せーの。When it is cold, the sea grasses die. When it is cold はわかるよね。寒い時には、sea は？海の、で、grass はね、草。実はずーっと前にやってます。で、海の草、海藻かな？だから、海藻が死んじゃうんだよねって。ダイは死ぬ。枯れちゃうんだよね。水が冷たいとね。そうすると、このマナティっていう動物たちは大変なことになるんです。マナティはだって、sea grasses、海藻を食べて生きてるんだもの。お手紙の続き行くよ。Then, manatees cannot find food and become sick. Oh, cannot find food は食べ物を見つけることができません。find 大丈夫？見つけるだよ。and become sick. become 何々になるだったよね。病気になっちゃうんだ。これ本当の話。去年も今年も結構ね、飢え死にしちゃったりしてるんです。かわいそうにね。
すごく優しくって穏やかな動物なのにね。グランパジョージ、続きいくよ。せーの。Now I am helping hungry manatees. Am イコールに helping だから。助けてあげてる最中なんだって。Hungry manatees たちを助けてあげてるんだよ。I give vegetables to big manatees and milk to babies. 哺乳類なので、海に住んでいてもクジラやイルカと同じ。Babies、赤ちゃんはお母さんのおっぱいを飲むんです。だからボトルに入れて飲ませてあげるんだね。I show you the picture. Show はなんだっけ？見せる。君たちに写真を見せてあげよう。あ、写真が同封してあるみたい。There are a lot of manatees in the pool. はい、there is there は？あるよ、いるよ。A lot of もこの前やった。そう、たくさん。プールの中にたくさんマナティーがいるでしょって。ボランティアがこのプールでマナティーの世話をしてるんだね。I want to see you children. Love, George. 何 I want to see you?君たちに会いたいよって。Children, 子供たち。はい。マナティの動画を先生は I show you the video. 今度来た時にね。ではテストします。まあ、ナンバーワンが一緒に読めるといいな。いくよ。読むの頑張って。せーの。Hi, Meg. Look at this. What is it? A letter from Grandpa George.Now, Fred is opening the letter. Grandpa George, I want to read it. Hi, number two. マナティたちは食べ物を見つけることができません。Yes, manatees cannot find food. そして病気になってしまいます。And become sick.つなげるよ、せーの。Manatees cannot find food and become sick. 今、僕はお腹を空かせたマナティーたちを助けてあげているところなんだ。Great. Now I am helping hungry manatees. 言えるようになるまで一時停止しながら頑張るんだよ。はい、何々がいるよっていう例のあれで始めてね。プールの中にはたくさんのマナティーズがいるよ。Excellent. There are a lot of manatees in the pool. 僕は君たちに会いたいよ、子供たちよ。I want to see you, children. はい、一周目はあ、間違えちゃった。まだあるんだ、読み方。O が二つで、日本語だとちっちゃいつになります。次の読めるんじゃない？よく出てくるから。そうだよね。book。っていうことは次も？そう、cook。続けて。はい、look。で、s と h が一緒だとシュの音だから、shook。これは揺れましたとか、震えましたっていうことね。shake の昔です。はい、2周目いきます。number 3。またセリフで劇みたいにできるといいね。でも覚えるとこあるんだよ。メグちゃんが Grandpa George is a good man お手紙を読んで感激しています。グランパジョージっていい人ねって。でもね、メグちゃんはマナティも助けてはあげたいけど他に助けたいものがあるんです。 I want to help bees。 何 bees？ ハチさんたちを助けたいのよね私。 Look at this book, Fred。 この本を見て。フレッド君が本を開けたら写真があってね、こんなこと言いました。There are a lot of bees on the ground. In the sky ならわかるけど、たくさんの蜂たちがいるね。On the ground は？地面の上に。なんか動けないみたい。死んでんのもいるみたい。メグちゃんがね、They cannot fly. 飛べないのよ。Because they eat poison. ポイズンっていうのは、まあ、ちょっと当たってるような当たってないような。毒ね。
あの毒を食べちゃったから飛べないんだって。死んじゃうかも。本当はケミカルスって言えばよかったんだけど、化学物質、殺虫剤です、殺虫剤。あの農作物にね、虫がつかないようにシューって白いのかけるでしょ。あれは毒なんですよ。はい、次。 Farmers put poison on the vegetables。 まあ嫌だ、ファーマーボブはこんなことしませんよ。 put は何だった？うん、置くだったよね。だからファーマーズがベジタボーズの上にポイズンを置くのよ。まあ殺虫剤をかけるのよっていうこと。フレッド君が But they cannot grow vegetables and fruits without bees。 これができた人はちょっとお菓子いっぱい。 They cannot grow vegetables、 ここまではわかるよね。grow は前回やりました、育てる。でも彼らはね、ファーマーズだよ、野菜を育てられないんじゃないって。で、 and fruits、 あ、果物もね。 with は何だった？そうだよね、一緒に。これが without だったら何々と一緒じゃないという意味、なしではっていうこと。 bees なしでは、蜂さんがいないとフルーツもベジタルも育てられないでしょって。みんなどうしてかわかる？これ。今度教えてね。先生もちょっとお勉強しておきます。めぐちゃんが、right。そうなのよ。さすがフレッドくん。サイエンティストだね。で、めぐちゃんが、so, now farmers stop using poison and plant flowers for bees。あー、これはめでたしめでたし。farmers は stop。やめるんだって。もう使わないの、ポイズンを。はい、plant は？うん、植えるだったよね。何植えるの？そう、お花。これも本当の話。自分の農場の周りにぐるーりと野のお花を植えるんです。そうしたらビーズが帰ってくるでしょ？で、もうポイズンも使うのやめたから死なないで済むよね。そうしたらファーマーズはベジタブルとフルーツ取ることができるもんね。はい、ナンバー4。今度はフレッド君がこんなこと言っています。せーの。I want to show you my book too. 何 show? うん、見せる。僕も君に僕の方を見せたいんだ。何か開いています。そしたらメグちゃんが What are the girls doing? これは覚えなくていいからね。女の子たちの写真があってね。この女の子たち何してるの？ってメグちゃんが聞いたんです。そしたらフレッド君が They are planting trees。 さっきもやった plant は、そうだよね、植える。でも are イコールと planting だから、そう、植えてる最中、木を植えてるところなんだよって。 Without trees it is too hot and dry。 何 without、うん、さっきやったばっかり、なしでは、木がなくては、It is too hot. 暑すぎるんだ。And dry は、そうだよね、乾いてる。だって髪の毛乾かすのドライヤーって言うもんね。木がないと暑すぎて、そして乾きすぎちゃうんだ。They cannot grow vegetables without water. そう、without water では。どういうこと？うん、水なしでは、彼らはベジタブルを育てられないでしょって。そう、これはね、タンザニアっていうアフリカにある国の本当の話です。あの、ファクトリーズ、工場を作ったり、大規模農場、ものすごい大きい農場を作ったり、それからお家を建てるために、ブワーって木を切っちゃったの、いっぱいいっぱい。そしたらなんと、砂漠になってしまったんです。Too hot and dry。何にも育たないし、暑すぎるよね。メグちゃんが、I see。わかったわって。なるほどって。It is cool under the trees. 木の下は涼しいですものねって。で、フレッド君が Yes. And when the trees grow big, it becomes a forest. ちょっと難しくなっちゃったな。これ変えます。ちょっと今から変えます。When the trees grow big,
They become a forest. It をね、they に変えて becomes の S を取ろう。ごめんね。なぜかきっとそのうちわかります。木たちが大きくなったら、本当はその場所が forest、森になるんだよって言いたかったんだけど、木たちが森になるんだよにしよう。They become a forest。うん、そっちの方がいいや。ごめんね。先生がみんなのを変えてあげたかな。ちょっと直してあげてるかな。もう一回行こう。せーの。When the trees grow big, they become a forest. Forest も the woods も森だよね。で、森ができるとね、なんと、it is not dry in the forest. 自然にお池ができたり、時には川が蘇ったりするんだって。これもめでたしめでたし。ではテストします。Number three. 私はハチさんたちを助けてあげたいわ。Good. I want to help bees. じゃあ、ハチさんたちがたくさんいるよ。地面の上には。Right. There are a lot of bees on the ground. で、彼らはベジタブルズを育てられないでしょ。そしてフルーツもね。ここまで行こうか。Right. They cannot grow vegetables and fruits. はい。蜂さんたちなしでは。これが大事だよ。Without bees. あのね、with の、the は、下を噛むんだよ。あの、透明なフェイスシールドしてきてもいいよ。先生、発音直してあげるから。Without bees ね。全部つなげて、ready go. They cannot grow vegetables and fruits without bees.はい、well, plant. はい、number four. 僕も君に、あ、もういらないや。僕は君に僕の方を見せてあげたいな。Excellent. I want to show you my book. で、彼らは木たちを植えているところなんだ。They are planting trees. 彼らは野菜たちを育てることができません。で、最後に水なしではって入れて。Exactly. They cannot grow vegetables without water. で、わかったわ。なるほどね。I see. で、トッキーで始めてね。木たちが大きく育つとその時に。Okay. When the trees grow big, それらは、彼らは森になります。They become a forest. 全部つなげて ready go. When the trees grow big, they become a forest. Good job, everybody. とっても上手でしたよ。で、もう一個読むのね。あれ？この前と同じ OO だよね。でも今回はうーと長く読むの。だから一個目が So, room. 次は moon. それからスプーン。はい。シュート。バスケットボールでね、シュートするっていうもんね。シュート。Excellent. それでは、まあ、だんだんに読めるようになってくると思います。テキストで覚えなくていいところも時々指でなぞりながら、ちょっと読むことにチャレンジしてみてね。それではまた明日。バイ。